はい、では実際にジガーライト、マダイ、早掛けと向こう合わせを使って、こういう誘導式タイラバ用の交換フックを作ってみたいと思います。今から結びの実演をやらせていただきたいと思います。ちなみに、早掛け、ストレートポイント、向こう合わせ、通常の伊勢山型、カーブポイントの2種類があります。早掛けの方は、フォール中とか着底直後、まだ針が浮遊状態にある時に強いとおっしゃる、まあテストではそういうふうにおっしゃる船長とか釣り人が多いですね。で、通常の、着底から巻き上げで使う、今まで通りの従来のタイラバの釣りには、この伊勢山型のカーブポイント、向こう合わせが向いてると思います。まあそういう使い分けがですね、じゃあ、こういう組とですね、まあいろいろ糸ありますけど、まあタイラバに向いた太さのやつを今回使います。パワーフレックスの50ポンド、P アシストの55ポンド。こっちは比較的柔らかい、柔軟性のあるタイプで、こちらの P アシストの方は中にフロロカーボンが内蔵されてますので、やや張りのあるタイプ、その辺はまあお好みでというところだと思いますね。はい、私が今から実演する結び方は、2つ特徴がありまして、1つは内掛け結びであるということですね。まあ、外掛け結びを多用される方が多いようですけども、内掛け結びという結び方を使用することによって、針の軸を締め込んでいく結びになりますから、すっぽ抜けを防ぐことができます。これ見ていただいたらお分かりのように、非常にタイトな小さい結び目になっているのがお分かりいただけると思うんですね。針の軸を締め付けていく結び方、内掛け、これをお勧めしたいと思います。ポイント一つ目はそこですね。内掛けでやります。はい、それともう一つは、余りが出ない、組糸の余りが出ない、まあ組糸だって、まあ、高いものですから、経済的にしようと思ったらハサミでカットする部分が少ない方がいいですね。長さも決まり、余りも少ないという結び方になります。それが二つ目のポイント。じゃあ実際に結びます。私は右利きですので、右利き基準の話になります。左手で針を持ちます。人差し指と親指で針をこう普通に持ちますね。次に、まあ、あらかじめカットしたこの組糸、まあ、そうですね、約2センチぐらいですかね、はみ出した状態で人差し指と親指で持ちます。こういう状態。次に人差し指の爪と中指のお腹で端を持ちます。もう一回やりますよ。人差し指の爪と中指のお腹でもう一つの端を挟みます。こういう状態。はい、ここから巻き進めていきます。耳の付け根に一周巻いてください。で、2周目、3周目、4周目。まあ大体4周ぐらいですね。で、4周巻いたところで指先で挟んで保持します。次にこの最初のひげを引いていただく。ここでよりがかかりそうになるので、これは丁寧にこう取り除きながらスーッと指の中で軽く仮締め。そうするとほら、内掛け結びできます。で、まあすいません、私の場合は針で引き締めます。これはまあ自己責任、針っていうか歯で引き締めます。自己責任でやってくださいね。たまに唇に刺したりする人がいるんで。はい、キュッと締めました。そうするとこういうカチコチの結び目ができますね。まあ抜こうにも抜けないような結び目ができます。はい、そのままもう一つの先にも針を結びます。さっきと同じように親指と人差し指で針を持ち、針のついた方をプランと垂らして持っていただく。この後はさっきと同じですね。人差し指の爪と中指の腹で持ったら、まず1周かけて、で2周、3周、4周で指で保持する。で引く。
で、よりを取ってるのを確認した上で締める。するとこういう状態。で、またキュッと引き締める。そうするとこういう状態のものができますね。はい。で、自分の好きな段差、大体、まあこれぐらいだったらこれぐらいにしていただいて、この長さも好きのお好みの状態にしていただいて、ループを作ります。もう一回やりましょうか。こう輪っかを作ります。で、一周巻いてこのループにこれを通していただく。そしたらまあ普通の8の字ができるわけですね。この結び込みがストッパーになります。で、そのまま指で微調整、好みの長さにしていただきながら、締めていきます。はい。そうすると、まあ、誘導平らばに使えるこういう針ができるわけですね。まあ、この余り、これをハサミでカットしていただく。まあ、こういうものが仕上がります。慣れるととても早くできます。まあ、ちょっと参考までに見てくださいね。まあ、量産するとき、はい、一本結びました。こういう状態ですね。これまだ引き締めてませんので、これを引き締めてください。そうすると内掛けの、まあ、両端に針のついた針っていうのが仕上がります。もう一度繰り返しになりますけども、内掛けで結ぶことですっぽ抜けにくい締め込む結びができること、それからこの余りが少なくて済むこと、また長さも決めやすいことということで、今の結び方をまあおすすめしたいなと思います。まあ、自分で作っていただくとね、まあ、簡単ですから、簡単ですし、その自分の想定する長さ、ストロークのやつを市販品と違って作れるというメリットもあります。まあこういう感じですね。ぜひ自作してみてください。